こんにちは、ホタルグサです。今日はですね、ミニチュアで置物に使うこの木ですね、こちらをちょっと作っていこうと思います。まずは100円ショップなので購入したこのモールですね、こちらをにフローラテープの茶色のものをね巻きつけまして、それを何本かターバンにしてこのようにねじり幹を作って、その後上の部分はですねこう2本ずつですねねじって枝を作っていきます。すべてねねじってしまうんではなくて、先端はね細い枝にしたいので途中までねじって、あとは広げていくという感じですね。はい、こんな感じでやっていきます。この時ねちょっと先端まだモール見えてますけど、ちゃんと先端までテープ巻いておいた方が後々楽です。これねちょっとサイズが大きかったのでもう一回ちょっと小さく作り直しました。そしてジオラマ用スポンジというものがですね、こちらも100円ショップで売っていたので買ってきました。前はね普通の乾燥ゴケですかねでやったんですけど、ちょっと匂いが私気になったので今回はこのスポンジでやっていきます。こちらはね匂いもそんなにないのでですね、木工用ボンドをこのようにですね大量に混ぜます。手がベタつくのでゴム手袋をした方がいいです。そしてまず幹にもちょっとボンドを貼り付けつつですね、こんな感じで爪楊枝とか使ってね枝先からやっていきましょう。この時ね注意するのは枝の先端部分に葉っぱをつけるイメージですね。幹のね中心部分ってよく見るとそんなにね葉っぱついてないので、枝先につけるイメージです。であとはこのねスポンジをたくさんあるんですが、結構このボンドと混ぜ混ぜしてから枝先に乗せてくっつけていくという感じですね。これ結構ねポロ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 取れてくるんで、根気よくやるか回数分けてね、ちょっとこれ多すぎますね。もうちょっと少しずつねやった方がね取れやすいんで難しいんですけど、ちょっとずつちょっとずつ何回かに分けてつけるイメージでやってた方がいいと思います。あと結構ボンドも使うんでね、大きめのボンド買っておいてください。こんな感じですね。スポンジはね多分一袋ずつ色の濃いものと薄いものですね買ったんですけど、十分足りるのでそれくらいでいいんですけど、こちらのねボンドはたくさん使えます。はい、こんな感じでやって乾燥とを繰り返していく感じですね。あ、もう早速取れてるしポロポロしますね。やっぱりねこの時枝先ピンクとか見えてますけど、ちょっとね後で塗らなきゃいけなくなってちょっとめんどくさいので、ちゃんとね枝先までテープは巻いておきましょう。こんな感じでねかなりベトついていますが、もうだいぶ減ってきてしまったので追加でやるのと、あとはですね、まあ枝先にボンドをつけてパラパラ上から降らすような形でくっつけても少しずついいかなとは思うんですけど、結構それもそれで時間がかかるのでとりあえずこんな感じですねやってます。あとはねスプレーのりをつけてしまうという人もいると思います。この辺までねジオラマの作り方でね他の人のも多分出てると思うので参考にしつつやっていただけたらと思いますが、私は今回こんな感じでねやってます。結構時間がかかりますね。ちょっとずつっていう感じで、またね最初の作った庭の隣に置こうかなとも思ってたんですけど、今回どうしましょうね。もう一個ね今作ってるのもあるので、そちらの木に使おうかなと思いつつやっています。はい、こんな感じですね。つくかな。結構
思ったより時間かかるんで、ちょっとお時間のある時にのんびりとした心でやっていただいた方がいいと思います。ちょっと焦ってるとね、なかなかくっつかないし、ポロ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 落ちてくるしでね、ちょっと大変なんで、ゆっくりね、時間をかけて焦らずに丁寧にやっていくというのはね、コツですかね。コツというほどでもないですけど、ほんとくっつきにくいし、 あとゴム手袋はね、小さいピタッとしたサイズの方がいいので、今回私 M サイズ使ってるんですけど、ちょっとね、ブカブカしてしまってやりにくかったので、ゴム手袋 S サイズぐらいのピタッとしたのの方がやりやすいかもしれませんね。ですね、こんな感じで残りの枝もボンドをつけては、このスポンジをつけていくって感じですね。今回はね、早回しにしてるので、そこまでではないですけど、これ本当はね、もうちょっと時間かかってるんで、こんな感じですね。はい、先ほども言ったようにね、こんな感じでボンドをつけてから上からスポンジを振らせるみたいな感じでつけていくっていうのもね、少しやってみました。こっちの方がね、柔らかい感じでつくんですけど、つく量がね、1回につく量がちょっと少ないかなという感じがするので、やっぱりスポンジごとボンドで練ってこの貼り付けるというね、方がつく量は多いですね。ただボタッとした塊みたいな感じになってしまうのでね、気になる方はやっぱりこうちょこちょこつけてはプラスみたいなね、方がいいかもしれませんね。あとは本当にこの落ちやすいのがね、ちょっとね、大変でしたね、今回は。モール感も意外とやっぱり枝が細いからつきづらいんですよね。前、以前ガチャ盆栽をやった時にも結局ね、瞬間接着剤とかで使ってつけたんですけど、でもこれを瞬着でやるのはちょっと大変かなと思ったんで、普通の木工用ボンドで速乾のものとかねにした方が良かったかな。普通のねものなんでちょっと垂れてきちゃうし、もうちょっと粘度のあるボンドの方がねやりやすいかもしれませんね。今後のちょっと課題ですね。ですね、あとはタッパーの上などでねやりましょうね。これが1回目ですね。こんな感じでとりあえずは乾燥させました。あとは芝生シートを段ボールに貼り付けまして、こんな感じですね。3回ほど付けたものにですね、この観葉植物用の石を貼り付けて、出ている針金を色を塗りました。はい、そして1日経ったものがこちらですね。結構ねしっかりつけたつもりが、こうして斜めにしてみたら意外と石が取れてしまっていたので、もう一度ちょっとうまく乗せてですね、こんなもんかな。ポロポロね、あんまり取れると嫌なので乗せます。はい、こんな感じかな。そしたらですね、私は、ディップフラワーをいつも作っているので、凝灰液といって、糊みたいな感じなんですけど、この液体がねあったので、この液体をちょっと筆で糊代わりにして石を押さえようと思ってつけてますが、もしない方はボンドに水を混ぜていただいて、ボンド水を作ってね、こう上から塗っていただけば多分くっつくと思います。な感じですね。ちょこちょことまたね、飛び出てしまった石を集めつつ、木のね根のところがワイヤーがねうまく隠れつつ、ちょっと見えるような感じでねつけていくと本物っぽいかなと思いますね。あとね、他のところも色味が変わってしまわないように、同じようにこちらのね液体つけていきます。こんな感じですかね。あと葉っぱの方もね、ちょっとね取れかかりそうなところは同じようにつけました。
まあね、だいぶねボンドでくっついてるので取れないとは思いますが、一応念のためつけておきます。こんな感じですかね。これで乾けば完成となります。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録お願いいたします。